レビ記第一章。主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならない。もしその供え物が牛の半歳であるならば、お牛の全きものを捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で主の前に受け入れられるように、これを捧げなければならない。彼はその半歳の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて彼のために贖いとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほぐり、アロンの子なる祭司たちはその血を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲にその血を注ぎかけなければならない。彼はまたその半歳の獣の皮を剥ぎ、節々に切り分かたなければならない。祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を並べ、アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを頭および脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて半祭としなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。もしその半祭の供え物が群れの羊またはヤギであるならば、オスの全きものを捧げなければならない。彼は祭壇の北側で主の前にこれをほぐり、アロンの子なる祭司たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたこれを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて半祭としなければならない。これは火祭りであって主に捧げる香ばしい香りである。もし主に捧げる供え物が鳥の半祭であるならば、山鳩または家鳩の雛をその供え物として捧げなければならない。祭司はこれを祭壇に携えて行き、その首をつかみ破り、祭壇の上で焼かなければならない。その血は絞り出して祭壇の側面に塗らなければならない。またその絵袋は羽と共に除いて、祭壇の東の方にある灰捨て場に捨てなければならない。これはその翼を握って裂かなければならない。ただし引き離してはならない。祭司はこれを祭壇の上で、火の上の焚き木の上で半祭として焼かなければならない。これは火祭りであって主に捧げる香ばしい香りである。レビ記第二章。人が素祭の供え物を主に捧げるときは、その供え物は麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、またその上に乳香を添え、これをアロンの子なる祭司たちのもとに携えていかなければならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香の全部と共に取り、これを記念の分として祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって主に捧げる香ばしい香りである。素祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは主の火祭りの意図、聖なるものである。あなたがもし天日で焼いたものを素祭として捧げるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬ菓子、または油を塗った
種入れぬせんべいでなければならない。あなたの供え物がもし平鍋で焼いた素材であるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬものでなければならない。あなたはそれを細かく砕き、その上に油を注がなければならない。これは素菜である。あなたの供え物がもし深鍋で煮た素菜であるならば、麦粉に油を混ぜて作らなければならない。あなたはこれらのもので作った素菜を主に携えていかなければならない。それを祭司に渡すならば、祭司はそれを祭壇に携えて行き、その素菜のうちから記念の分を取って祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって、主に捧げる香ばしい香りである。素菜の残りはアロンとその子らのものになる。これは主の火祭りの意図聖なるものである。あなた方が主に捧げる素菜はすべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜もすべて主に捧げる火祭りとして焼いてはならないからである。ただし初穂の供え物としてはこれらを主に捧げることができる。しかし香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。あなたの素菜の供え物はすべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素菜にあなたの神の契約の塩を書いてはならない。すべてあなたの供え物は塩を添えて捧げなければならない。もしあなたが初穂の素菜を主に捧げるならば、火で穂を焼いたもの、新殻の砕いたものをあなたの初穂の素菜として捧げなければならない。あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素菜である。祭司はその砕いたものおよびその油のうちから記念の分を取って、乳香の全部とともに焼かなければならない。これは主に捧げる火祭りである。レビ記第三章。もし彼の供え物が秋音祭の犠牲であって牛を捧げるのであれば、私有いずれであっても全きものを主の前に捧げなければならない。彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入り口でこれをほふらなければならない。そしてアロンの子なる祭司たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたその秋音祭の犠牲のうちから火祭りを主に捧げなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓とともに取られる肝臓の上の小腰である。そしてアロンの子たちは祭壇の上で火の上の竹の上に置いた飯祭の上でこれを焼かなければならない。これは火祭りであって主に捧げる香ばしい香りである。もし彼の供え物が主に捧げる秋音祭の犠牲でそれが羊であるならば、私有いずれであっても全きものを捧げなければならない。もし子羊を供え物として捧げるならば、それを主の前に連れてきて、その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前でほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はその秋音祭の犠牲のうちから火祭りを主に捧げなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂肪の全部、内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓とともに取られる肝臓の上の小腰である。
祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りであって主に捧げる食物である。もし彼の供え物がヤギであるならば、それを主の前に連れてきて、その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前でほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭りとして主に捧げなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小腰である。祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭りとして捧げる食物であって香ばしい香りである。脂肪は皆主に帰すべきものである。あなた方は脂肪と血とを一切食べてはならない。これはあなた方がすべてその住むところで代々守るべき永久の定めである。レビ記第四章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。もし人が誤って罪を犯し、主の戒めに背いてしてはならないことの一つをしたときは、次のようにしなければならない。すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、咎を民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために、オスの全き子牛を財祭として主に捧げなければならない。その子牛を会見の幕屋の入り口に連れてきて、主の前にいたり、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、そして祭司は指をその血に浸して、聖書の垂れ幕の前で、主の前にその血を七度注がなければならない。祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角にそれを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入り口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。またその財祭の子牛からすべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上のすべての脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓と共に取られる肝臓の上の小腰である。これを取るには、周音祭の犠牲のお牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓動物など、すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の清い場所なる灰捨て場に携え出し、火をもってこれを焚木の上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨て場で焼き捨てられるべきである。もしイスラエルの全会衆が過ちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主の戒めに背いてしてはならないことの一つをなして咎を得たならば、その犯した罪が現れた時、会衆はオスの子牛を財祭として捧げなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、会衆の長老たちは主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。そして油注がれた祭司はその子牛の血を会見の幕屋に携え入り、祭司は指をその血に浸し、垂れ幕の前で主の前に七度注がなければならない。またその血を取って会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角にそれを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の
入り口にある反祭の祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。すなわち祭司は財祭のお牛にしたようにこのお牛にもしなければならない。こうして祭司が彼らのために贖いをするならば彼らは許されるであろう。そして彼はそのお牛を宿営の外に携え出し、初めのお牛を焼き捨てたようにこれを焼き捨てなければならない。これは回収の財祭である。また司たる者が罪を起こし誤ってその神主の戒めに背きしてはならないことの一つをして咎を得、もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として親木の全き者を連れてきて、その八木の頭に手を置き、犯罪をほふる場所で主の前にこれをほふらなければならない。これは財祭である。祭司は指でその財祭の血を取り、犯罪の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪は周恩祭の犠牲の脂肪と同じように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼のためにその罪の贖いをするならば彼は許されるであろう。また一般の人がもし誤って罪を犯し主の戒めに背いてしてはならないことの一つをして咎を得、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌ヤギの全きものを連れてきて、その財祭の頭に手を置き、犯罪をほふる場所でその財祭をほふらなければならない。そして祭司は指でその血を取り、犯罪の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。またすべての脂肪は周恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主に捧げる香ばしい香りとしなければならない。こうして祭司が彼のために贖いをするならば彼は許されるであろう。もし子羊を財祭のために供え物として連れてくるならば、メスの全きものを連れてこなければならない。その財祭の頭に手を置き、犯罪をほふる場所でこれをほふり財祭としなければならない。そして祭司は指でその財祭の血を取り、犯罪の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪は周恩祭の犠牲から子羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主に捧げる火祭りのように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のために贖いをするならば彼は許されるであろう。レビ記第五章。もし人が証人に立ち誓いの声を聞きながら、その見たこと知っていることを言わないで罪を犯すならば、彼はその咎を負わなければならない。またもし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這う者の死体などすべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても彼は汚れたものとなって咎を負る。またもし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れがどのような汚れであれそれに気づかなくても彼がこれを知るようになったときは咎を負る。またもし人がみだりに唇で誓い、悪をなそうまたは善をなそうというならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれそれに気づかなくても彼がこれを知るようになったときは、これらの一つについて咎を負る。もしこれらの一つについて咎を得たときは、その罪を犯したことを告白し、その犯した罪のために償いとしてメスの家畜、すなわちメスの子羊、または雌ヤギを
主のもとに連れてきて残祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪の贖いをするであろう。もし子羊に手の届かないときは、山端にわか家端のひなにわかを彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を残祭に、一羽を犯罪にしなければならない。すなわちこれらを祭司に携えてきて、祭司はその財祭のものを先に捧げなければならない。すなわちその頭を首の根のところでつかみ破らなければならない。ただし切り離してはならない。そしてその財祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは財祭である。また第二のものは定めに従って犯罪としなければならない。こうして祭司が彼のためにその犯した罪の贖いをするならば、彼は許されるであろう。もし二羽の山鳩にも二羽の家鳩の雛にも手の届かないときは、彼の犯した罪のために供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを財祭としなければならない。ただしその上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは財祭だからである。彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って記念の分とし、これを主に捧げる火祭りのように祭壇の上で焼かなければならない。これは財祭である。こうして祭司が彼のため、すなわち彼がこれらの一つを犯した罪のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。そしてその残りは素祭と同じく祭司に帰するであろう。主はまたモーセに言われた。もし人が不正をなし、誤って主の聖なるものについて罪を犯したときは、その償いとしてあなたの根積もりに従い、聖書のシケルで銀数シケルにあたるお羊の全きものを群れのうちから取り、それを主に携えてきて献祭としなければならない。そしてその聖なるものについて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその献祭のお羊を持って彼のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。また人がもし罪を犯し、主の戒めに背いてしてはならないことの一つをしたときは、たとえそれを知らなくても彼は罪を得、その咎を負わなければならない。彼はあなたの根積もりに従ってお羊の全きものを群れのうちから取り、献祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかも誤って犯した過失のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。これは献祭である。彼は確かに主の前に咎を得たからである。レビ記第六章。主はまたモーセに言われた。もし人が罪を犯し、主に対して不正を出したとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめたものについて、その隣人を欺き、あるいはその隣人を教えたげ、あるいは落とし物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて罪を犯し咎を得たならば、彼はそのかすめたもの、しえたげて取ったもの、預かったもの、拾った落とし物、または偽り誓ったすべてのものを返さなければならない。すなわち残りなく償い、さらにその五分の一をこれに加え、彼が献祭を捧げる日に
これをその元の持ち主に渡さなければならない。彼はその償いとしてあなたの根積もりに従い、お羊の全きものを群れの中から取り、これを祭司のもとへ携えてきて献祭として主に捧げなければならない。こうして祭司が主の前で彼のために贖いをするならば、彼はそのいずれを行って咎を得ても許されるであろう。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに命じて言いなさい。犯罪の掟は次の通りである。犯罪は祭壇の炉の上に朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。祭司は天布の服を着、天布の桃引きを身につけ、祭壇の上で火に焼けた犯罪の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、その衣服を脱ぎ、他の衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。祭壇の上の火はそこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに焚き木をその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また秋音祭の脂肪をその上で焼かなければならない。火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。素祭の掟は次の通りである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で死の前に捧げなければならない。すなわち素祭の麦粉一握りとその油を素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしい香りとし、記念の分として主に捧げなければならない。その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち種を入れずに聖なるところで食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。これは種を入れて焼いてはならない。私はこれを私の火祭りのうちから彼らの分として与える。これは財祭および献祭と同様に意図聖なるものである。アロンの子たちのうちすべての男子はこれを食べることができる。これは主に捧げる火祭りのうちからあなた方が代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れる者は聖となるであろう。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちがアロンの油注がれる日に主に捧ぐべき供え物は次の通りである。すなわち麦粉10分の1エパを絶えず捧げる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕に捧げなければならない。それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて細かく砕いた素祭とし、香ばしい香りとして主に捧げなければならない。彼の子たちのうち油注がれて彼に次いで祭司となる者はこれを捧げなければならない。これは永久に主に帰する分として全く焼き尽くすべきものである。すべて祭司の素祭は全く焼き尽くすべきものであって、これを食べてはならない。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに言いなさい。財祭の掟は次の通りである。財祭は犯罪をほふる場所で主の前にほふらなければならない。これは意図聖なるものである。罪のためにこれを捧げる祭司がこれを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なるところでこれを食べなければならない。すべてその肉に触れるものは聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なるところで洗わなければならない。またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし聖堂の器で煮たのであれば、それは磨いて水で洗わなければならない。祭司たちのうちのすべての男子はこれを食べることができる。これは意図聖なるものである。
しがし、その地を会見の幕屋に携えていって、聖書で贖いに用いた財産は食べてはならない、これは火で焼き捨てなければならない。レビ記第7章。献祭の掟は次の通りである。それは意図聖なるものである。献祭は犯罪をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、そのすべての脂肪を捧げなければならない。すなわち脂肪、内臓を覆う脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓とともに取られる肝臓の上の小腰である。祭司はこれを祭壇の上で焼いて主に火祭りとしなければならない。これは献祭である。祭司たちのうちのすべての男子はこれを食べることができる。これは聖なるところで食べなければならない。これは意図聖なるものである。財祭も献祭もその掟は一つであって異なるところはない。これは贖いをなす祭司に帰する。人が携えてくる犯罪を捧げる祭司、その祭司にその捧げる犯罪のものの皮は帰する。すべて天日で焼いた素菜、またすべて深鍋または平鍋で作ったものはこれを捧げる祭司に帰する。すべて素菜は油を混ぜたものも乾いたものもアロンのすべての子たちに等しく帰する。主に捧ぐべき周音祭の規制の掟は次の通りである。もしこれを感謝のために捧げるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と油を塗った種入れぬせんべいと、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子と感謝の犠牲に合わせて捧げなければならない。また塩を入れたパンの菓子をその感謝のための周音祭の犠牲に合わせ供え物として捧げなければならない。すなわちこのすべての供え物のうちから菓子一つずつを取って主に捧げなければならない。これは周音祭の血を注ぎかける祭司に帰する。その感謝のための周音祭の犠牲の肉はその供え物を捧げた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残しておいてはならない。しかしその供え物の犠牲がもし聖願の供え物または自発の供え物であるならば、その犠牲を捧げた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。ただしその犠牲の肉の残りは3日目には火で焼き捨てなければならない。もしその周音祭の犠牲の肉を3日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、またそのものとみなされず、かえって忌むべきものとなるであろう。そしてそれを食べる者は咎を負わなければならない。その肉がもし汚れたものに触れるならば、それを食べることなく火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。もし人がその身に汚れがあるのに主に捧げた周音祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた獣、あるいは汚れた這うものに触れながら主に捧げた周音祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方はすべて牛、羊、ヤギの脂肪を食べてはならない。自然に死んだ獣の脂肪及び先殺された獣の脂肪は様々なことに使ってもよい。しかしそれは決して食べてはならない。誰でも火祭りとして主に捧げる獣の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。またあなた方はすべてその住むところで鳥にせよ獣にせよ
すべてその血を食べてはならない。誰でもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。秋穏祭の犠牲を主に捧げる者は、その秋穏祭の犠牲のうちから、その供え物を主に携えてこなければならない。主の火祭るは、鉄からこれを携えてこなければならない。すなわち、その脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前に揺り動かして、要祭としなければならない。そして、祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。あなた方の秋穏祭の犠牲のうちから、その右のももを虚祭として祭司に与えなければならない。アロンの子たちのうち、秋穏祭の血と脂肪とを捧げる者は、その右のももを自分の分として取るであろう。私はイスラエルの人々の秋穏祭の犠牲のうちから、その要祭の胸と虚祭のももを取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。これは主の火祭りのうちからアロンの受ける分とその子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主に捧げられた日に定められたのである。すなわち、これは彼らに油を注ぐ日にイスラエルの人々が彼らに与えるように主が命じられたものであって、いよいよ永久に受くべき分である。これは燔祭、素祭、材祭、献祭、任食祭、秋穏祭の犠牲の掟である。すなわち、主が市内の子荒野においてイスラエルの人々にその供え物を主に捧げることを命じられた日に、シナイ山でモーセに命じられたものである。レビ記第8章。主はまたモーセに言われた。あなたはアロンとその子たち、およびその衣服、注ぎ油、財祭のお牛、お羊2頭、種入れぬパン一かごを取り、また全会衆を会見の幕屋の入り口に集めなさい。モーセは主が命じられたようにした。そして会衆は会見の幕屋の入り口に集まった。そこでモーセは会衆に向かって言った。これは主があなた方にせよと命じられたことである。そしてモーセはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、アロンに服を着させ、帯を締めさせ、衣をまとわせ、エポデをつけさせ、エポデの帯を締めさせ、それを持ってエポデを身に結いつけ、また胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れ、その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべてのものに油を注いで、これを清別し、かつそれを七度祭壇に注ぎ、祭壇とそのもろもろの器、旋盤とその台に油を注いで、これを清別し、また注ぎ油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を注いでこれを清別した。モーセはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らに締めさせ、頭巾を頭に巻かせた。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた財祭のお牛を連れてこさせ、アロンとその子たちはその財祭のお牛の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取り、指を持ってその血を祭壇の四隅の角につけて、祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを清別し、これがために贖いをした。モーセはまたその内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその脂肪等を取り、これを祭壇の上で焼いた。
ただしその荻生の皮と肉とお仏は宿営の外で火を持って焼き捨てた。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた犯罪のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふってその血を祭壇の周囲に注ぎかけた。そしてモーセはそのお羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とを焼いた。またモーセは水でその内臓と足とを洗い、そのお羊をことごとく祭壇の上で焼いた。これは香ばしい香りのための燔祭であって、主に捧げる火祭りである。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた他のお羊、すなわち義人食のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取ってアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とにつけた。またモーセはアロンの子たちを連れてきて、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とにつけた。そしてモーセはその残りの血を祭壇の周囲に注ぎかけた。彼はまたその脂肪、すなわち脂肪、内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその脂肪、並びにその右耳のももを取り、また主の前にある種入れぬパンの缶から種入れぬ菓子一つと油を入れたパンの菓子一つとせんべい一つとを取って、かの脂肪と右のももとの上にのせ、これをすべてアロンの手とその子たちの手に渡し、主の前に揺り動かさせて要塞とした。そしてモーセはこれを彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばしい香りとする任食の供え物であって、主に捧げる火祭りである。そしてモーセはその胸を取り、主の前にこれを揺り動かして要塞とした。これは任食のお羊のうちモーセに帰すべき分であった。主がモーセに命じられた通りである。モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、これをアロンとその服、またその子たちとその服とに注いで、アロンとその服およびその子たちとその服とを性別した。モーセはまたアロンとその子たちに言った。会見の幕屋の入り口でその肉を煮なさい。そして任食祭の籠の中のパンとともにそれをそのところで食べなさい。これはアロンとその子たちが食べなければならないと言え、と私が命じられた通りである。あなた方はその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。あなた方はその任食祭の終わる日まで7日の間、会見の幕屋の入り口から出てはならない。あなた方の任食は7日を要するからである。今日行ったようにあなた方のために贖いをせよと主はお命じになった。あなた方は会見の幕屋の入り口に7日の間日夜とどまり、主の仰せを守って死ぬことのないようにしなければならない。私はそのように命じられたからである。アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことをことごとく行った。レビ記第9章。8日目になってモーセはアロンとその子たちおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたはオスの子牛のまったきものを財祭のために取り、またお羊のまったきものを燔祭のために取って主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は親木を財祭のために取り、また一歳のまったき子牛と子羊と燔祭のために取りなさい。また主の前に捧げる秋音祭のためにお牛とお羊とを取り、また油を混ぜた
素材を取りなさい。主が今日あなた方に現れたもうからである。彼らはモーセが命じたものを会見の幕屋の前に携えてきた。会衆が皆近づいて主の前に立ったので、モーセは言った。これは主があなた方にせよと命じられたことである。こうして主の栄光はあなた方に現れるであろう。モーセはまたアロンに言った。あなたは祭壇に近づき、あなたの財祭と反祭を捧げて、あなたのため、また民のために贖いをし、また民の供え物を捧げて、彼らのために贖いをし、すべて主がお命じになったようにしなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための財祭の拳をほふった。そしてアロンの子たちはその血を彼のもとに携えてきたので、彼は指をその血に浸し、それを祭壇の角につけ、残りの血を祭壇のもとに注ぎ、また財祭の脂肪と腎臓と肝臓の醤油等を祭壇の上で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。またその肉と皮とは宗営の外で火を持って焼き捨てた。彼はまた反祭の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、これを祭壇の周囲に注ぎかけた。彼らがまた反祭のもの、すなわちその切り分けたものと頭とを彼に渡したので、彼はこれを祭壇の上で焼いた。またその内臓と足とを洗い、祭壇の上で反祭と共にこれを焼いた。彼はまた民の供え物を捧げた。すなわち民のための財祭のヤギを取って、これをほふり、前のようにこれを罪のために捧げた。また反祭を捧げた。すなわちこれを定めのように捧げた。また素祭を捧げ、そのうちから一握りを取り、朝の反祭に加えてこれを祭壇の上で焼いた。彼はまた民のために捧げる周音祭の犠牲のお牛とお羊とをほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、彼はこれを祭壇の周囲に注ぎかけた。またそのお牛とお羊との脂肪、すなわち脂肪、内臓を覆うもの、腎臓、肝臓の醤油、これらの脂肪を彼らはその胸の上に乗せて携えてきたので、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いた。その胸と右のももとはアロンが主の前に揺り動かして要塞とした。モーセが命じた通りである。アロンは民に向かって手を挙げて彼らを祝福し、財祭、反祭、周音祭を捧げ終わって降りた。モーセとアロンは会見の幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光はすべての民に現れ、主の前から火が出て祭壇の上の反祭と脂肪とを焼き尽くした。民は皆これを見て喜び呼ばわり、そしてひれ伏した。レビ記第十章。さてアロンの子ナダブとアビフとはおのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に持って揖斐を主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。その時モーセはアロンに言った。主はこう仰せられた。すなわち私は私に近づく者のうちに私の聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表すであろう。アロンは黙していた。モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシャエルとエルザパンとを呼び寄せて彼らに言った。近寄って
あなた方の兄弟たちを聖所の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らは近寄って彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの言ったようにした。モーセはまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルとに言った。あなた方は髪の毛を乱し、また衣服を裂いてはならない。あなた方が死ぬことのないため、また死の怒りがすべての回収に及ぶことのないためである。ただしあなた方の兄弟イスラエルの前科は、主が火をもって焼き滅ぼし保ったことを長いともよい。またあなた方は死ぬことのないように会見の幕屋の入り口から外へ出てはならない。あなた方の上に主の注ぎ油があるからである。彼らはモーセの言葉の通りにした。主はアロンに言われた。あなたもあなたの子たちも会見の幕屋に入るときには死ぬことのないようにブドウ酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなた方が代々長く守るべき定めとしなければならない。これはあなた方が聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとの区別をすることができるため。また主がモーセによって語られたすべての定めをイスラエルの人々に教えることができるためである。モーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザルとイタマルとに言った。あなた方は主の火祭りのうちから素材の残りを取り、パン種を入れずにこれを祭壇の傍らで食べなさい。これは意図聖なるものである。これは主の火祭りのうちからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるから、あなた方はこれを聖なるところで食べなければならない。私はこのように命じられたのである。また揺り動かした胸と捧げた桃とは、あなたとあなたの息子娘たちがこれを清いところで食べなければならない。これはイスラエルの人々の周恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分として与えられるものだからである。彼らはその捧げた桃と揺り動かした胸とを火祭りの脂肪とともに携えてきて、これを主の前に揺り動かして要祭としなければならない。これは主がお命じになったように長く浮くべき分として、あなたとあなたの子たちとに帰するであろう。さてモーセは財祭のヤギを丁寧に探したが、見よ、それがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレアザルとイタマルとに向かい怒っていった。あなた方はなぜ財祭のものを聖なるところで食べなかったのか。これは意図聖なるものであって、あなた方が回収の罪を負って彼らのために死の前に贖いをするためあなた方に賜ったものである。見よ、その血は聖書の中に携え入れなかった。その肉は私が命じたようにあなた方は必ずそれを聖なるところで食べるべきであった。アロンはモーセに言った。見よ、今日彼らはその財祭と反祭とを主の前に捧げたが、このようなことが私に望んだ。もし私が今日財祭のものを食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか。モーセはこれを聞いて良しとした。レビ記第11章。主はまたモーセとアロンに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。地にあるすべての獣のうち、あなた方の食べることができる動物は次の通りである。獣のうちすべて蹄の分かれたもの、すなわち蹄の全く切れたもの、反芻するものはこれを食べることができる。ただし反芻するもの、
または蹄の分かれたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するけれども蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。岩タヌキ、これは反芻するけれども蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。ノウサギ、これは反芻するけれども蹄が分かれていないから、あなた方には汚れたものである。豚、これは蹄が分かれており、蹄が全く切れているけれども反芻することをしないから、あなた方には汚れたものである。あなた方はこれらのものの肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。これらはあなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうち、あなた方の食べることができるものは次の通りである。すなわち海でも川でもすべて水の中にいるもので、ヒレと鱗のあるものはこれを食べることができる。すべて水に群がるもの、またすべての水の中にいる生き物のうち、すなわちすべて海また川にいて、ヒレと鱗のないものはあなた方に忌むべきものである。これらはあなた方に忌むべきものであるから、あなた方はその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきものとしなければならない。すべて水の中にいてヒレも鱗もないものはあなた方に忌むべきものである。鳥のうち次のものはあなた方に忌むべきものとして食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわちハゲワシ、ヒゲハゲワシ、ミサゴ、トビ、ハヤブサの類、もろもろのカラスの類、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、ムラサキバン、ペリカン、ハゲタカ、コウノトリ、サグの類、ヤツガシラ、コウモリ、また羽があって四つの足で歩くすべての這うものはあなた方に忌むべきものである。ただし羽があって四つの足で歩くすべての這うもののうち、その足の上に飛び跳ね足があり、それで地の上を跳ねるものは食べることができる。すなわちそのうち次のものは食べることができる。移住イナゴの類、遍歴イナゴの類、大イナゴの類、小イナゴの類である。しかし羽があって四つの足で歩くその他のすべての這うものはあなた方に忌むべきものである。あなた方は次の場合に汚れたものとなる。すなわちすべてこれらのものの死体に触れるものは言うまで汚れる。すべてこれらのものの死体を運ぶものはその衣服を洗わなければならない。彼は言うまで汚れる。すべて蹄の分かれた獣で、その切れ目の切れていないもの、また反芻することをしないものはあなた方に汚れたものである。すべてこれに触れるものは汚れる。すべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏の膨らみで歩くものは皆あなた方に汚れたものである。すべてその死体に触れるものは言うまで汚れる。その死体を運ぶものはその衣服を洗わなければならない。彼は言うまで汚れる。これはあなた方に汚れたものである。地に這うもののうち次のものはあなた方に汚れたものである。すなわちモグラネズミ、トビネズミ、トゲオトカゲの類、ヤモリ、オオトカゲ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオン、もろもろの這うもののうち、これらはあなた方に汚れたものである。すべてそれらのものが死んで、それに触れるものは言うまで汚れる。またそれらのものが死んで、それが
落ちかかったものはすべて汚れる。木の器であれ、衣服であれ、革であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならない。それは言うまで汚れているが、その後清くなる。またそれらのものが土の器の中に落ちたならば、その中にあるものは皆汚れる。あなた方はその器を壊さなければならない。またすべてその中にある食物で水分のあるものは汚れる。またすべてそのような器の中にある飲み物も皆汚れる。またそれらのものの死体が落ちかかったならば、そのものはすべて汚れる。天日であれ、かまどであれ、それを壊さなければならない。これらは汚れたもので、あなた方に汚れたものとなる。ただし泉あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかしその死体に触れるものは汚れる。それらのものの死体がまく種の上に落ちても、それは汚れない。ただし種の上に水がかかっていて、その上にそれらのものの死体が落ちるならば、それはあなた方に汚れたものとなる。あなた方の食べる獣が死んだ時、その死体に触れるものは言うまで汚れる。その死体を食べる者はその衣服を洗わなければならない。言うまで汚れる。その死体を運ぶ者もその衣服を洗わなければならない。言うまで汚れる。すべて地に這う這う者は忌むべきものである。これを食べてはならない。すべて腹ばい行く者、四つ足で歩く者、あるいは多くの足を持つ者、すなわちすべて地に這う這うものは、あなた方はこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。あなた方はすべて這うものによって、あなた方の身を忌むべきものとしてはならない。またこれをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。私はあなた方の神主であるから、あなた方は己を性別し、聖なるものとならなければならない。私は聖なるものである。地に這う這うものによってあなた方の身を汚してはならない。私はあなた方の神となるため、あなた方をエジプトの国から導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならない。これは獣と鳥と水の中に動くすべての生き物と地に這うすべてのものに関する掟であって、汚れたものと清いもの、食べられる生き物と食べられない生き物と区別するものである。レビ記第12章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。女がもし身ごもって男の子を産めば、七日の間汚れる。すなわち月の触りの日数ほど汚れるであろう。八日目にはその子の前の皮に割礼を施さなければならない。その女はなお血の清めに33日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは聖なるものに触れてはならない。また聖なるところに入ってはならない。もし女の子を産めば、2週間月の触りと同じように汚れる。その女はなお血の清めに66日を経なければならない。男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は犯罪のために1歳の子羊、財産のために家鳩の雛あるいは山鳩を会見の幕屋の入り口の祭司のもとに携えてこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げて、その女のために贖いをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のための掟である。もしその女が子羊に手の届かない時は、山鳩庭か家鳩の雛庭かを取って一つを犯罪、
一つを財産とし、祭司はその女のために贖いをしなければならない。こうして女は清まるであろう。レビ記第13章。主はまたモーセとアロンに言われた。人がその身の皮に種、あるいは吹き出物、あるいは光るところができ、これがその身の皮に雷病の幹部のようになるならば、その人を祭司アロン、または祭司なるアロンの子たちの一人のもとに連れて行かなければならない。祭司はその身の皮の部分を見、その幹部の毛がもし白く変わり、かつ幹部がその身の皮よりも深く見えるならば、それは雷病の幹部である。祭司は彼を見て、これを汚れたものとしなければならない。もしまたその身の皮の光るところが白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変わっていないならば、祭司はその幹部を7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司はこれを見て、もし幹部の様子に変わりがなく、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司は再びその人を見て、幹部がもし薄らぎ、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清いものとしなければならない。これは吹き出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしその人が祭司に見せて清いものとされた後に、その吹き出物が川に広く広がるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。祭司はこれを見て、その吹き出物が川に広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病である。もし人に雷病の幹部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。祭司がこれを見て、その皮に白い種があり、その毛も白く変わり、かつその種に生きた生肉が見えるならば、これは古い雷病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、これを留め置くに及ばない。もし雷病が広く皮に出て、その雷病がその患者の皮を頭から足までことごとく覆い、祭司の見るところすべてに及んでおれば、祭司はこれを見、もし雷病がその身をことごとく覆っておれば、その患者を清いものとしなければならない。それはことごとく白く変わったから、彼は清いものである。しかしもし生肉がその人に現れておれば、汚れたものである。祭司はその生肉を見て、その人を汚れたものとしなければならない。生肉は汚れたものであって、それは雷病である。もしまたその生肉が再び白く変わるならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。祭司はその人を見て、もしその幹部が白く変わっておれば、祭司はその患者を清いものとしなければならない。その人は清いものである。また身の皮に腫れ物があったが治って、その腫れ物の場所に白い種、または赤みを帯びた白い光るところがあれば、これを祭司に見せなければならない。祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変わっていれば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは腫れ物に起こった雷病の幹部だからである。しかし祭司がこれを見て、もしそのところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置かなければならない。そしてもし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは幹部だからである。しかしその光るところがもしそのところにとどまって広がらなければ、それは腫れ物の跡である。祭司はその人を清いものとしなければならない。
また身の皮に火傷があって、その火傷の生きた肉がもし赤みを帯びた白、またはただ白くて光るところとなるならば、祭司はこれを見なければならない。そしてもしその光るところにある毛が白く変わって、そこが皮よりも深く見えるならば、これは火傷に生じた雷病である。祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病の患部だからである。けれども祭司がこれを見て、その光るところに白い毛がなく、まだ皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置き、7日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病の患部だからである。もしその光るところがそのところにとどまって皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これは火傷の種である。祭司はその人を清いものとしなければならない。これは火傷の跡だからである。男あるいは女がもし頭または顎に患部が生じたならば、祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、まだそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは回線であって、頭または顎の雷病だからである。また祭司がその回線の患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はその回線の患者を7日の間留め置き、7日目に祭司はその患部を見なければならない。その回線がもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、その回線が皮よりも深く見えないならば、その人は身をそらなければならない。ただしその回線を剃ってはならない。祭司はその回線のあるものをさらに7日の間留め置き、7日目に祭司はその回線を見なければならない。もしその回線が皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清いものとしなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしもし彼が清いものとされた後に、その回線が皮に広く広がるならば、祭司はその人を見なければならない。もしその回線が皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を探すまでもなく、その人は汚れたものである。しかしもしその回線の様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、その回線は治ったので、その人は清い。祭司はその人を清いものとしなければならない。また男あるいは女がもしその身の皮に光るところ、すなわち白い光るところがあるならば、祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光るところが鈍い白であるならば、これはただ白線がその皮に生じたのであって、その人は清い。人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがハゲならば清い。もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のハゲならば清い。けれどももしそのハゲ頭またはハゲ額に赤みを帯びた白い患部があるならば、それはそのハゲ頭またはハゲ額に雷病が発したのである。祭司はこれを見なければならない。もしそのハゲ頭またはハゲ額の患部の種が白く赤みを帯びて身の皮に雷病が現れているならば、その人は雷病に侵されたものであって汚れたものである。祭司はその人を確かに汚れたものとしなければならない。患部が頭にあるからである。患部のある雷病人はその衣服を裂き、その頭を洗わし、その口ひげを覆って、汚れたもの、汚れたものと呼ばわらなければならない。その患部が身にある日の間は汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから離れて住まなければならない。すなわちその住まいは宿営の外でなければならない。また衣服に雷病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
あるいは雨または羊毛の縦糸であれ横糸であれ、あるいは革であれ、革で作ったどのようなものであれ、もしその衣服あるいは革、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは革で作ったどのようなものであれ、その幹部が青みを帯びているか、あるいは赤みを帯びているならば、これは雷病の幹部である。これを祭司に見せなければならない。祭司はその幹部を見て、その幹部のあるものを7日の間留め置き、7日目に幹部を見て、もしその衣服あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは革、またどのように用いられている革であれ、幹部が広がっているならば、その幹部は悪性の雷病であって、それは汚れたものである。彼はその幹部のある衣服あるいは羊毛、または雨の縦糸、または横糸、あるいはすべて革で作ったものを焼かなければならない。これは悪性の雷病であるから、そのものを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、もし幹部がその衣服あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものに広がっていないならば、祭司は命じてその幹部のあるものを洗わせ、さらに7日の間これを留め置かなければならない。そしてその幹部を洗った後、祭司はそれを見て、もし幹部の色が変わらなければ、幹部が広がらなくても、それは汚れたものである。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、それを洗った後にその幹部が薄らいだならば、その衣服あるいは革、あるいは縦糸、あるいは横糸からそれを切り取らなければならない。しかしなお、その衣服あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものにそれが現れれば、それは再発したのである。その幹部のあるものを火で焼かなければならない。また洗った衣服あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものから幹部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう。これは羊毛または雨の衣服あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものに生じる雷病の幹部について、それを清いものとし、または汚れたものとするための掟である。レビ記第14章。主はまたモーセに言われた。雷病人が清いものとされる時の掟は次の通りである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし雷病の幹部が癒えているならば、祭司は命じてその清められる者のために生きている清い小鳥2羽と紅白の木と火の糸とヒソップとを取ってこさせ、祭司はまた命じてその小鳥の1羽を流れ水を持った土の器の上で殺させ、そして生きている小鳥を紅白の木と火の糸とヒソプと共に取って、これをかの流れ水を持った土の器の上で殺した小鳥の血にその生きている小鳥と共に浸し、これを雷病から清められる者に7度注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。清められる者はその衣服を洗い、今日ことごとくそり落とし、水に身をすすいで清くなり、その後宿営に入ることができる。ただし7日の間はその天幕の外にいなければならない。そして7日目に今日ことごとく剃らなければならない。頭の毛もひげも眉もことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。8日目にその人はオスの子羊の全き者2頭と1歳のメスの子羊の全き者1頭とを取る。また麦粉10分の3エパに油を混ぜた素菜と油1ログとを取らなければならない。清めをなす祭司は
清められる人とこれらのものと会見の幕屋の入り口で主の前に置き、祭司はかのオスの子羊一頭を取って、これを一ロブの油とともに献祭として捧げ、またこれを主の前にゆる動かして要祭としなければならない。このオスの子羊は在祭および反祭を葬る場所、すなわち聖なるところでこれを葬らなければならない。献祭は在祭と同じく祭司に帰するものであって、意図聖なるものである。そして祭司はその献祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指を持ってその油を7度主の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに先につけた献祭の血の上につけなければならない。そして祭司は手のひらになお残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。また祭司は在祭を捧げて汚れの家に清められねばならぬ者のために贖いをし、その後反祭の者をほぐらなければならない。そして祭司は反祭と素祭とを祭壇の上に捧げ、その人のために贖いをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。その人がもし貧しくてそれに手の届かないときは、自分の贖いのために揺り動かす献祭としてオスの子羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉10分の1エパと油1ログ等を取り、さらにその手の届く山鳩2羽、または家鳩のひな2羽を取らなければならない。その一つは在祭のため、他の一つは反祭のためである。そして8日目にその清めのために会見の幕屋の入り口におる祭司のもと、主の前にこれを携えていかなければならない。祭司はその献祭のオスの子羊と一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして要祭としなければならない。そして祭司は献祭のオスの子羊をほぐり、その献祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、祭司はその右の指を持って左の手のひらにある油を7度主の前に注がなければならない。また祭司はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに、すなわち献祭の血をつけたところにつけなければならない。また祭司は手のひらに残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。その人はその手の届く山鳩1羽、または家鳩のひな1羽を捧げなければならない。すなわちその手の届くものの一つを残祭とし、他の一つを反祭として素祭とともに捧げなければならない。こうして祭司は清められる者のために主の前に贖いをするであろう。これは癩病の患者でその清めに必要なものに手の届かないもののための掟である。主はまたモーセとアロンに言われた。あなた方に所有として与えるカナンの地にあなた方が入るとき、その所有の地において家に私が癩病の患部を生じさせることがあれば、その家の持ち主は来て祭司に告げ、患部のようなものが私の家にありますと言わなければならない。祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前にその家を開けさせ、その家にあるすべてのものが汚されないようにし、その後祭司は入ってその家を見なければならない。
その幹部を見て、もしその幹部が家の壁にあって青または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、祭司はその家を出て家の入り口にいたり、7日の間その家を閉鎖しなければならない。祭司は7日目にまた来てそれを見、その幹部がもし家の壁に広がっているならば、祭司は命じてその幹部のある石を取り出し、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、またその家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って元の石のところに入れさせ、また他の漆喰を取って家を濡らせなければならない。このように石を取り出し家を削り塗り替えた後に、その幹部がもし再び家に出るならば、祭司はまた来て見なければならない。幹部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性の雷病であって、これは汚れたものである。その家は小墓地、その石、その木、その家の漆喰はことごとく町の外の汚れたものを捨てる場所に運び出さなければならない。その家が閉鎖されている日の間に、これに入る者は夕まで汚れるであろう。その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者もその衣服を洗わなければならない。しかし祭司が入ってみて、もし家を塗り替えた後にその幹部が家に広がっていなければ、これはその幹部が家なのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。また彼はその家を清めるために小鳥庭と紅白の木と火の糸とヒソプとを取り、その小鳥の一羽を流れ水を持った土の器の上で殺し、紅白の木とヒソプと火の糸と生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを7度家に注がなければならない。こうした祭司は小鳥の血と流れ水と生きている小鳥と紅白の木とヒソプと火の糸とを持って家を清め、その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために贖いをしなければならない。こうしてそれは清くなるであろう。これは雷病のすべての幹部、回線および衣服と家の雷病並びに主と吹き出物と光るところとに関する掟であって、いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが雷病に関する掟である。レビ記第15章。主はまたモーセとアロンに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。誰でもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。その流出による汚れは次の通りである。すなわち、その肉の流出が続いていても、あるいはその肉の流出が止まっていても、共に汚れである。流出あるものの寝たとこはすべて汚れる。またその人の座ったものはすべて汚れるであろう。その床に触れるものはその衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。流出あるものの座ったものの上に座るものはその衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。流出あるものの肉に触れるものは衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。流出あるものの椿が清いものにかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。流出あるものの乗った鞍はすべて汚れる。また彼の下になったものに触れるものはすべて夕まで汚れるであろう。またそれらのものを運ぶものはその衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。流出あるものが水で手を洗わずに人に触れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。
彼は言うまで汚れるであろう。流出あるものが触れた土の器は砕かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。流出あるものの流出が止んで清くなるならば、清めのために7日を数え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。そうして清くなるであろう。8日目に山場と庭、または家場との雛庭を取って、会見の幕屋の入り口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。祭司はその一つを財祭とし、他の一つを犯罪として捧げなければならない。こうして祭司はその人のため、その流出のために主の前に贖いをするであろう。人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。すべて精のついた衣服および皮で作ったものは水で洗わなければならない。これは言うまで汚れるであろう。男がもし女と寝て精を漏らすことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。彼らは言うまで汚れるであろう。また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は7日の間不浄である。すべてその女に触れるものは言うまで汚れるであろう。その不浄の間にその女の寝たものはすべて汚れる。またその女の座ったものもすべて汚れるであろう。すべてその女の床に触れるものはその衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。すべてその女の座ったものに触れるものは皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。またその女が床の上、または座る者の上におるとき、それに触れるならば、その人は言うまで汚れるであろう。男がもしその女と寝て、その不浄を身に受けるならば、彼は7日の間汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。女にもしその不浄の時のほかに多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間はすべてその不浄の時と同じように、その女は汚れたものである。その流出の日の間にその女の寝た床はすべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女の座ったものは不浄の汚れのように汚れるであろう。すべてこれらのものに触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は言うまで汚れるであろう。しかしその女の流出が止んで清くなるならば、自分のためになお7日を数えなければならない。そして後清くなるであろう。その女は8日目に山場と庭、または家場との雛庭を自分のために取り、それを会見の幕や練り口におる祭司のもとに携えていかなければならない。祭司はその一つを財祭とし、他の一つを犯罪として捧げなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に贖いをするであろう。このようにしてあなた方はイスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにある私の幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである。これは流出あるもの、精を漏らして汚れるもの、不浄を患う女並びに男、あるいは女の流出あるもの、および不浄の女と寝る者に関する掟である。レビ記第16章。アロンの二人の子が主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに言われた。あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時を分かたず垂れ幕の内なる聖書に入り、箱の上なる食材所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら
私は雲の中にあって食材書の上に現れるからである。アロンが聖書に入るには次のようにしなければならない。すなわちオスの子牛を罪祭のために取り、お羊を犯罪のために取り、聖なる天布の服を着、天布の桃引きをその身にまとい、天布の帯を締め、天布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいでこれを着なければならない。またイスラエルの人々の会衆から親木2頭を財祭のために取り、お羊1頭を犯罪のために取らなければならない。そしてアロンは自分のための財祭のお牛を捧げて、自分と自分の家族のために贖いをしなければならない。アロンはまた2頭のヤギを取り、それを会見の幕屋の入り口で主の前に立たせ、その2頭のヤギのためにくじを引かなければならない。すなわち1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためである。そしてアロンは主のためのくじに当たったヤギを捧げて、これを財祭としなければならない。しかしアザゼルのためのくじに当たったヤギは主の前に生かしておき、これをもって贖いをなし、これをアザゼルのために荒野に送らなければならない。すなわちアロンは自分のための財祭のお牛を捧げて、自分と自分の家族のために贖いをしなければならない。彼は自分のための財祭のお牛をほふり、主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕のうちに携え入り、主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に証の箱の上なる食材書を覆わせなければならない。こうして彼は死を免れるであろう。彼はまたそのお牛の血を取り、油を持ってこれを食材書の東の面に注ぎ、また指を持ってその血を食材書の前に7度注がなければならない。また民のための財祭のヤギをほふり、その血を垂れ幕のうちに携え入り、その血を他の牛牛の血のように食材書の上と食材書の前に注ぎ、イスラエルの人々の汚れとその咎、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに聖書のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに彼らと共にある会見の幕屋のためにもそのようにしなければならない。彼が聖書で贖いをするために入った時は、自分と自分の家族とイスラエルの全会衆とのために贖いをなしおいて出るまで誰も会見の幕屋のうちにいてはならない。そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために贖いをしなければならない。すなわち、かの牛牛の血とヤギの血とを取って祭壇の四隅の角につけ、また指を持って7度その血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならない。こうして聖書と会見の幕屋と祭壇とのために贖いをなしおいたとき、かの生きているヤギを引いてこなければならない。そしてアロンはその生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの人々の諸々の悪と諸々の咎が、すなわち彼らの諸々の罪をその上に告白して、これをヤギの頭に乗せ定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。こうしてヤギは彼らの諸々の悪を担って人里離れた地に行くであろう。すなわちそのヤギを荒野に送らなければならない。そしてアロンは会見の幕屋に入り、聖書に入る時に着た天布の衣服を脱いでそこに置き、聖なるところで水に身をすすぎ、他の衣服を着出てきて、自分の犯罪と民の犯罪とを捧げて、自分のためまた民のために贖いをしなければならない。また財祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。かのヤギを
アザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。聖書で贖いをするためにその地を携え入れられた財祭の牛牛と財祭のヤギとは宿営の外に携え出し、その皮と肉と動物とは火で焼き捨てなければならない。これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後宿営に入ることができる。これはあなた方が永久に守るべき定めである。すなわち7月になってその月の10日にあなた方は身を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者もあなた方のうちに宿っている寄留者もそうしなければならない。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は死の前に諸々の罪が清められるからである。これはあなた方の全き休みの安息日であって、あなた方は身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。油を注がれ乳に代わって祭司の職に任じられる祭司は、天布の衣服、すなわち聖なる衣服を着て贖いをしなければならない。彼は至聖所のために贖いをなし、また会見の幕屋のためと祭壇のために贖いをなし、また祭司たちのためと民の全会衆のために贖いをしなければならない。これはあなた方の永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々の諸々の罪のために年に一度贖いをするものである。彼は主がモーセに命じられた通りに行った。レビ記第17章。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちおよびイスラエルのすべての人々に言いなさい。主が命じられることはこれである。すなわち、イスラエルの家の誰でも牛、羊、あるいはヤギを宿営のうちでほふり、または宿営の外でほふり、それを会見の幕屋の入り口に携えてきて、主の幕屋の前で供え物として主に捧げないならば、その人は血を流したものとみなされる。彼は血を流したゆえその民のうちから断たれるであろう。これはイスラエルの人々に彼らが野の表でほふるのを常としていた犠牲を主のもとに引いてこさせ、会見の幕屋の入り口におる祭司のもとに来て、これを主に捧げる秋恩祭の犠牲としてほふらせるためである。祭司はその血を会見の幕屋の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、またその脂肪を焼いて香ばしい香りとし、主に捧げなければならない。彼らが慕って勧誘を行ったみだらな神に再び犠牲を捧げてはならない。これは彼らが代々長く守るべき定めである。あなたはまた彼らに言いなさい。イスラエルの家の者、またはあなた方のうちに宿る寄留者の誰でも、犯罪あるいは犠牲を捧げるのに、これを会見の幕屋の入り口に携えてきて主に捧げないならば、その人はその民のうちから断たれるであろう。イスラエルの家の者、あるいはあなた方のうちに宿る寄留者の誰でも血を食べるならば、私はその血を食べる人に適して私の顔を向け、これをその民のうちから断つであろう。肉の命は血にあるからである。あなた方の魂のために祭壇の上で贖いをするため、私はこれをあなた方に与えた。血は命であるゆえに贖うことができるからである。このゆえに私はイスラエルの人々に言った。あなた方のうち誰も血を食べてはならない。またあなた方のうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。イスラエルの人々のうち、またあなた方のうちに宿る寄留者のうち、誰でも食べてもよい
獣あるいは鳥を取り得た者はその血を注ぎ出し土でこれを覆わなければならない。すべて肉の命はその血と一つだからである。それで私はイスラエルの人々に言った。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべて肉の命はその血だからである。すべて血を食べる者は断たれるであろう。自然にと死んだ者または、先殺された者を食べる人は国に生まれた者であれ寄留者であれその衣服を洗い水に身を注がなければならない。彼は言うまで汚れているがその後清くなるであろう。もし洗わずまた身をすすがないならば彼はその罪を負わなければならない。レビ記第18章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私はあなた方の神主である。あなた方の住んでいたエジプトの国の習慣を見習ってはならない。また私があなた方を導き入れるカナンの国の習慣を見習ってはならない。また彼らの定めに歩んではならない。私の掟を行い私の定めを守りそれに歩まなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は私の定めと私の掟を守らなければならない。もし人がこれを行うならばこれによって生きるであろう。私は主である。あなた方は誰もその肉親の者に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。あなたの母を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることだからである。彼女はあなたの母であるからこれを犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることだからである。あなたの兄弟すなわちあなたの父の娘にせよ母の娘にせよ家に生まれたのとよそに生まれたのとを問わずこれを犯してはならない。あなたの息子の娘あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を恥ずかしめることだからである。あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘はあなたの兄弟であるからこれを犯してはならない。あなたの父の兄弟を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。またあなたの母の兄弟を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。あなたの父の兄弟の妻を犯し父の兄弟を恥ずかしめてはならない。彼女はあなたの叔母だからである。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻であるからこれを犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることだからである。あなたは女とその娘と一緒に犯してはならない。またその女の息子の娘またはその娘の娘を取ってこれを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるからこれは悪事である。あなたは妻のなお生きているうちにその兄弟を取って同じく妻となしこれを犯してはならない。あなたは月の触りの不浄にある女に近づいてこれを犯してはならない。隣の妻と交わり彼女によって身を汚してはならない。あなたの子供をモレクに捧げてはならない。またあなたの髪の名を汚してはならない。私は主である。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。あなたは獣と交わりこれによって身を汚してはならない。また女も獣の前に立ってこれと交わってはならない。これは道に外れたことである。あなた方はこれらの諸々のことによって身を汚してはならない。私があなた方の前から追い払う国々の人はこれらの
諸々のことによって汚れ、その血もまた汚れている。故に私はその悪のためにこれを罰し、その地もまたその住民を吐き出すのである。故にあなた方は私の定めと私の掟を守り、これらの諸々の憎むべきことの一つでも行ってはならない。国に生まれた者もあなた方のうちに宿っている寄留者もそうである。あなた方の先にいたこの地の人々はこれらの諸々の憎むべきことを行ったので、その地も汚れたからである。これはあなた方がこの地を汚して、この地があなた方の先にいた民を吐き出したように、あなた方をも吐き出すことのないためである。これらの諸々の憎むべきことの一つでも行うものがあれば、これを行う人は誰でもその民のうちから断たれるであろう。それゆえにあなた方は私の言いつけを守り、先に行われたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。またこれによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。レビ記第19章。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神、主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父と恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神、主である。秋穏祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、旗の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑で落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。お互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとに留めておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。飯居の前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人を裁かなければならない。民の内を行き巡って人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心で兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に納めて彼の家に罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。あなた方は
私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの旗にニシの種をまいてはならない。ニシの糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。誰でも人と婚約のある女奴隷でまだあがなわれず自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼ら二人は罰を受ける。しかし殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。しかしその男は献祭を主に携えてこなければならない。すなわち献祭のお羊を会見の幕屋の入り口に連れてこなければならない。そして祭司は彼の犯した罪のためにその献祭のお羊を持って主の前に彼のために贖いをするであろう。こうして彼の犯した罪は許されるであろう。あなた方が彼の地に入ってもろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けないものとみなさなければならない。すなわちそれは三年の間あなた方には割礼のないものであって食べてはならない。四年目にはそのすべての実を聖なるものとし、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。しかし五年目にはあなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならばそれはあなた方のために多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神主である。あなた方は何をも血のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。あなた方の瓶の毛を切ってはならない。髭の両端を損なってはならない。死人のために身を傷つけてはならない。また身に入れ墨をしてはならない。私は主である。あなたの娘に遊女の技をさせてこれを汚してはならない。これはみだらなことが国に行われ、悪事が地に満ちないためである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖書を敬わなければならない。私は主である。あなた方は口寄せまたは占い師のもとに赴いてはならない。彼らに問うて動かされてはならない。私はあなた方の神主である。あなたは白髪の人の前では起立しなければならない。また老人を敬いあなたの神を恐れなければならない。私は主である。もし他国人があなた方の国に起立して共にいるならば、これを教えてあげてはならない。あなた方と共にいる気流の他国人をあなた方と同じ国に生まれた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの国で他国人であったからである。私はあなた方の神主である。あなた方は裁きにおいても物差しにおいても計りにおいてもマスにおいても不正を行ってはならない。あなた方は正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの国から導き出したあなた方の神主である。あなた方は私のすべての定めと私のすべての掟を守ってこれを行わなければならない。私は主である。レビ記第20章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。イスラエルの人々のうち、またイスラエルのうちに起立する他国人のうち、誰でもその子供をモレクに捧げる者は必ず殺されなければならない。すなわち国の民は彼を石で打たなければならない。私は顔をその人に向け、彼を民のうちから立つであろう。彼がその子供をモレクに捧げて私の聖書を汚し、また
私の聖なる名を汚したからである。その人が子供をモレクに捧げるとき、国の民がもしことさらにこのことに目を覆い、これを殺さないならば、私自身顔をその人とその家族とに向け、彼および彼に見習ってモレクをしたい、これと姦淫する者をすべて民のうちから断つであろう。もし口寄せまたは占い師のもとに赴き、彼らを慕って姦淫する者があれば、私は顔をその人に向け、これを民のうちから断つであろう。ゆえにあなた方は自らを性別し、聖なる者とならなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の定めを守ってこれを行わなければならない。私はあなた方を性別する主である。誰でも父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼が父または母を呪ったので、その血は彼に帰するであろう。人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれば、その姦婦、姦婦は共に必ず殺されなければならない。その父の妻と寝る者は、その父を辱める者である。彼らは二人とも必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。この妻と寝る者は、二人ともに必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをしたので、その血は彼らに帰するであろう。女と寝るように男と寝る者は、二人とも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。女をその母と一緒にめとるならば、これは悪事であって、彼も女たちも火に焼かれなければならない。このような悪事をあなた方のうちになくするためである。男がもし獣と寝るならば、彼は必ず殺されなければならない。あなた方はまたその獣を殺さなければならない。女がもし獣に近づいてこれと寝るならば、あなたはその女と獣とを殺さなければならない。彼らは必ず殺さるべきである。その血は彼らに帰するであろう。人がもしその兄弟、すなわち父の娘、あるいは母の娘に近づいて、その兄弟の肌を見、女はその兄弟の肌を見るならば、これは恥ずべきことである。彼らはその民の人々の目の前で立たれなければならない。彼はその兄弟を犯したのであるから、その罪を負わなければならない。人がもし月の触りのある女と寝て、その肌を表すならば、男は女の源を表し、女は自分の血の源を表したのであるから、二人ともにその民のうちから断たれなければならない。あなたの母の兄弟、またはあなたの父の兄弟を犯してはならない。これは自分の肉親のものを犯すことであるから、彼らはその罪を負わなければならない。人がもしそのおばと寝るならば、これはおじを恥ずかしめることであるから、彼らはその罪を負い、子なくして死ぬであろう。人がもしその兄弟の妻を取るならば、これは汚らわしいことである。彼はその兄弟を恥ずかしめたのであるから、彼らは子なき者となるであろう。あなた方は私の定めと掟とをことごとく守って、これを行わなければならない。そうすれば、私があなた方を住まわせようと導いていく地は、あなた方を吐き出さぬであろう。あなた方の前から私が追い払う国人の風習にあなた方は歩んではならない。彼らはこの諸々のことをしたから、私は彼らを憎むのである。私はあなた方に言った。あなた方は彼らの血を取るであろう。私はこれをあなた方に与えて、これを得させるであろう。これは父と蜜との流れる血である。私はあなた方を他の民から区別した
あなた方の神、主である。あなた方は清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥とを区別しなければならない。私があなた方のために汚れたものとして区別した獣、または鳥、またはすべて地を這うものによって、あなた方の身を忌むべきものとしてはならない。あなた方は私に対して聖なるものでなければならない。主なる私は聖なるもので、あなた方を私のものにしようと他の民から区別したからである。男または女で口寄せまたは占いをする者は必ず殺されなければならない。すなわち石で打ち殺さなければならない。その血は彼らに帰するであろう。レビ記第21章。主はまたモーセに言われた。アロンの子なる祭司たちに告げて言いなさい。民のうちの死人のために身を汚す者があってはならない。ただし近親の者、すなわち父、母、息子、娘、兄弟のため、また彼の近親でまだ夫のない処女なる兄弟のためにはその身を汚してもよい。しかし夫に嫁いだ兄弟のためには身を汚してはならない。彼らは頭の頂を剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてはならない。また身に傷をつけてはならない。彼らは神に対して聖でなければならない。また神の名を汚してはならない。彼らは主の火祭り、すなわち神の食物を捧げるものであるから聖でなければならない。彼らは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なるものだからである。あなたは彼を聖としなければならない。彼はあなたの神の食物を捧げるものだからである。彼はあなたにとって聖なるものでなければならない。あなた方を聖とする主、すなわち私は聖なるものだからである。祭司の娘である者が淫行をなしてその身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かれなければならない。その兄弟のうち頭に注ぎ油を注がれ、職に任せられてその衣服をつけ、大祭司となった者はその髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。死人のところに入ってはならない。また父のためにも母のためにも身を汚してはならない。また聖書から出てはならない。神の聖書を汚してはならない。その神の注ぎ油による聖別が彼の上にあるからである。私は主である。彼は処女を妻にめとらなければならない。家父、出された女、汚れた女、遊女などをめとってはならない。ただ自分の民のうちの処女を妻にめとらなければならない。そうすれば彼は民のうちに自分の子孫を汚すことはない。私は彼を聖別する主だからである。主はまたモーセに言われた。アロンに告げて言いなさい。あなたの代々の子孫で誰でも身に傷のある者は近寄って神の食物を捧げてはならない。すべてその身に傷のある者は近寄ってはならない。すなわち飯、足苗、鼻のかけた者、手足の不釣り合いの者、足の折れた者、手の折れた者、背虫、小人、目に傷のある者、回線の者、かさぶたのある者、睾丸の潰れた者などである。すべて祭司アロンの子孫のうち身に傷のある者は近寄って主の火祭りを捧げてはならない。彼は身に傷があるから神の食物を捧げるために近寄ってはならない。彼は
神の食物の聖なるものも最も聖なるものも食べることができる。ただし垂れ幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身に傷があるからである。彼は私の聖書を汚してはならない。私はそれを聖別する主である。モーセはこれをアロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。レビ記第22章。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに告げて、イスラエルの人々の聖なるもの、すなわち彼らが私に捧げるものをみだりに用いて、私の聖なる名を汚さないようにさせなさい。私は主である。彼らに言いなさい。あなた方の代々の子孫のうち誰でもイスラエルの人々が主に捧げる聖なるものに汚れた身を持って近づく者があれば、その人は私の前から断たれるであろう。私は主である。アロンの子孫のうち誰でも雷病の者、また流出ある者は清くなればで聖なるものを食べてはならない。またすべて死体によって汚れたものに触れたもの、精を漏らしたもの、またはすべて人を汚す這うものに触れたもの、またはどのような汚れにせよ人を汚れさせる人に触れたもの、このようなものに触れた人は言うまで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば聖なるものを食べてはならない。火が入れば彼は清くなるであろう。その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。自然に死んだもの、または先殺されたものを食べ、それによって身を汚してはならない。私は主である。それゆえに彼らは私の言いつけを守らなければならない。彼らがこれを汚し、これがために罪を得て死ぬことのないためである。私は彼らを聖別する主である。すべて一般の人は聖なるものを食べてはならない。祭司の同居人や雇い人も聖なるものを食べてはならない。しかし祭司が金を持って人を買った時は、そのものはこれを食べることができる。またその家に生まれたものも祭司の食物を食べることができる。もし祭司の娘が一般の人に嫁いだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。もし祭司の娘が家父となり、または出されて子供もなく、その父の家に帰り娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし一般の人はすべてこれを食べてはならない。もし人が誤って聖なるものを食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なるものとしてこれを祭司に渡さなければならない。祭司はイスラエルの人々が主に捧げる聖なるものを汚してはならない。人々が聖なるものを食べて、その罪の咎を負わないようにさせなければならない。私は彼らを聖別する主である。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちおよびイスラエルのすべての人々に言いなさい。イスラエルの家の者、またはイスラエルにおける他国人のうちの誰でも、誓願の供え物、または自発の供え物を犯罪として主に捧げようとするならば、あなた方の受け入れられるように牛、羊、あるいはヤギのオスの全きものを捧げなければならない。すべて傷のあるものは捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。もし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために牛または羊を秋穏祭の犠牲として主に捧げようとするならば、その受け入れられるためにそれは全きものでなければならない。それにはどんな傷もあってはならない。すなわち獣のうちで目くらのもの、折れたところのあるもの、切り取ったところのあるもの、膿の出るもの、
海鮮のもの、かさぶたのあるものなど、あなた方はこのようなものを主に捧げてはならない。また祭壇の上にこれらを火祭りとして主に捧げてはならない。牛あるいは羊で足の長すぎるもの、または短すぎるものは、あなた方が自発の供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れられないであろう。あなた方は口眼の破れたもの、潰れたもの、裂けたもの、または切り取られたものを主に捧げてはならない。またあなた方の国のうちでこのようなことを行ってはならない。またあなた方は異邦人の手からこれらのものを受けて、あなた方の神の食物として捧げてはならない。これらのものには欠点があり、傷があって、あなた方のために受け入れられないからである。主はまたモーセに言われた。牛または羊またはヤギが生まれたならば、これを7日の間その母親のもとに置かなければならない。8日目からは主に捧げる火祭りとして受け入れられるであろう。あなた方は雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。あなた方が感謝の犠牲を主に捧げるときは、あなた方の受け入れられるように捧げなければならない。これはその日のうちに食べなければならない。あくる日まで残しておいてはならない。私は主である。あなた方は私の諌めを守り、これを行わなければならない。私は主である。あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。かえって私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主である。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。私は主である。レビ記第23章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方が触れ示して聖会とすべき主の定めの祭りは次の通りである。これらは私の定めの祭りである。6日の間は仕事をしなければならない。第7日は全く休みの安息日であり聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて守るべき主の安息日である。その時々にあなた方が触れ示すべき主の定めの祭りなる聖会は次の通りである。正月の14日の夕は主の杉越の祭りである。またその月の15日は主の種入れぬパンの祭りである。あなた方は7日の間は種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。あなた方は7日の間主に火祭りを捧げなければならない。第7日にはまた聖会を開き、どのような労働もしてはならない。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地に入って穀物を借り入れるとき、あなた方は穀物の初穂の束を祭司のところへ携えてこなければならない。彼はあなた方の受け入れられるようにその束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち祭司は安息日の翌日にこれを揺り動かすであろう。またその束を揺り動かす日に一切のオスの子羊の全きものを犯罪として主に捧げなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉10分の2エパを用い、これを主に捧げて火祭りとし、香ばしい香りとしなければならない。またその乾祭にはブドウ酒1品の4分の1を用いなければならない。あなた方の神にこの供え物を捧げるその日まで、あなた方はパンも焼き麦も新穀も食べてはならない。
これはあなた方のすべての住まいにおいて代々長く守るべき定めである。また安息日の翌日、すなわち要塞の束を捧げた日から満七週を数えなければならない。すなわち第七の安息日の翌日までに50日を数えて申告の素材を主に捧げなければならない。またあなた方の住まいから10分の2エパの麦粉に種を入れて焼いたパン2個を携えてきて要塞としなければならない。これは初穂として主に捧げるものである。あなた方はまたパンの他に一歳の全き子羊7頭と若き子牛1頭とお羊2頭を捧げなければならない。すなわちこれらをその素祭および燔祭とともに主に捧げて燔祭としなければならない。これは火祭りであって主に香ばしい香りとなるであろう。また親木1頭を財祭として捧げ1歳の子羊2頭を周恩祭の犠牲として捧げなければならない。そして祭司はその初穂のパンとともにこの2頭の子羊を主の前に要祭として揺り動かさなければならない。これらは主に捧げる聖なるものであって祭司に帰するであろう。あなた方はその火に触れしめして聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて代々長く守るべき定めである。あなた方の地の穀物を借り入れるときはその借り入れにあたって旗の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と希流者のためにそれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。7月1日をあなた方の安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。どのような労働もしてはならない。しかし主に火祭りを捧げなければならない。主はまたモーセに言われた。特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き身を悩まし主に火祭りを捧げなければならない。その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のためにあなた方の神主の前に贖いをなすべき食材の日だからである。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろう。またすべてその日にどのような仕事をしてもその人を私は民のうちから滅ぼし去るであろう。あなた方はどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて代々長く守るべき定めである。これはあなた方の全く休みの安息日である。あなた方は身を悩まさなければならない。またその月の9日の夕にはその夕から次の夕まで安息を守らなければならない。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日はカリアンの祭りである。7日の間主の前にそれを守らなければならない。初めの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。また7日の間主に火祭りを捧げなければならない。8日目には聖会を開き主に火祭りを捧げなければならない。これは聖会の日であるからどのような労働もしてはならない。これらは主の定めの祭りであって、あなた方が触れしめして聖会とし主に火祭りすなわち燔祭、素祭、犠牲および燔祭をその捧ぐべき日に捧げなければならない。この他に主の安息日があり、また他にあなた方の捧げ物があり、また他にあなた方のもろもろの聖願の供え物があり、またその他にあなた方のもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなた方が主に捧げるものである。
あなた方が地の産物を集め終わった時は、7月の15日から7日の間、主の祭りを守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、8日目にも安息をしなければならない。初めの日に美しい木の実と、夏目ヤシの枝と、茂った木の枝と、谷の箱柳の枝を取って、7日の間、あなた方の神、主の前に楽しまなければならない。あなた方は年に7日の間、主にこの祭りを守らなければならない。これはあなた方の代々長く守るべき定めであって、7月にこれを守らなければならない。あなた方は7日の間、カリアンに住み、イスラエルで生まれた者は皆カリアンに住まなければならない。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らをカリアンに住まわせたことをあなた方の代々の子孫に知らせるためである。私はあなた方の神、主である。モーセは主の定めの祭りをイスラエルの人々に告げた。レビ記第24章。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油を灯火のためにあなたのところへ持ってこさせ、絶えず灯火を灯させなさい。すなわち、アロンは会見の幕屋のうちの証の垂れ幕の外で、夕から朝まで絶えずその灯火を主の前に整えなければならない。これはあなた方が代々長く守るべき定めである。彼は純銀の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えなければならない。あなたは麦粉を取り、それで12個の菓子を焼かなければならない。菓子1個に麦粉10分の2エパを用いなければならない。そしてそれを主の前の純金の机の上に1重ね6個ずつ2重ねにして置かなければならない。あなたはまた各々の重ねの上に純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主に捧げて火祭りとしなければならない。安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えなければならない。これはイスラエルの人々の捧ぐべきものであって、永遠の契約である。これはアロンとその子たちに帰する。彼らはこれを聖なるところで食べなければならない。これは糸聖なるものであって、主の火祭りのうち彼に帰すべき永久の分である。イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする一人の者がイスラエルの人々のうちに出てきて、そのイスラエルの女の産んだ子と一人のイスラエル人が宿営の中で争いをし、そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して呪ったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテと言った。人々は彼を閉じ込めておいて主の示しを受けるのを待っていた。時に主はモーセに言われた。あの呪い事を言った者を宿営の外に引き出し、それを聞いた者に皆手を彼の頭に置かせ、全会衆に彼を石で打たせなさい。あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい。誰でもその神を呪う者はその罪を負わなければならない。主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で打たなければならない。他国の者でもこの国に生まれた者でも主の名を汚す時は殺されなければならない。誰でも人を撃ち殺した者は必ず殺されなければならない。獣を撃ち殺した者は獣を持ってその獣を償わなければならない。もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。すなわち骨折には骨折、目には目、歯には歯を持って人に傷を負わせたように
自分にもなされなければならない。獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。他国の者にもこの国に生まれた者にもあなた方は同一の掟を用いなければならない。私はあなた方の神主だからである。モーセがイスラエルの人々に向かい、あの呪い事を言った者を宿営の外に引き出し石で撃てと命じたので、イスラエルの人々は主がモーセに命じられたようにした。レビ記第25章。主はシナイ山でモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地にあなた方が入った時は、その地にも主に向かって安息を守らせなければならない。6年の間あなたは畑に種をまき、また6年の間ぶどう畑の枝を刈り込み、その実を集めることができる。しかし7年目には地に全く休みの安息を与えなければならない。これは主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない、またぶどう畑の枝を刈り込んではならない。あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。またあなたのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために全き休みの年だからである。安息の年の地の産物はあなた方の食物となるであろう。すなわちあなたと男女の奴隷と雇い人と、あなたのところに宿っている他国人と、あなたの家畜と、あなたの国のうちの獣とのために、その産物は皆食物となるであろう。あなたは安息の年を7度、すなわち7年を7回数えなければならない。安息の年7度の年数は49年である。7月の10日にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち食材の日にあなた方は全国にラッパを響き渡らせなければならない。その50年目の聖別して国中のすべての住民に自由を触れ示さなければならない。この年はあなた方にはヨベルの年であって、あなた方はおのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。その50年目はあなた方にはヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだブドウの実は摘んではならない。この年はヨベルの年であって、あなた方に聖であるからである。あなた方は畑に自然にできたものを食べなければならない。このヨベルの年にはおのおのその所有の地に帰らなければならない。あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うときは互いに欺いてはならない。ヨベルの後の年の数に従ってあなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数に従ってあなたに売らなければならない。年の数の多いときはその値を増し、年の数の少ないときは値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。あなた方は互いに欺いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は私の定めを行い、また私の掟を守ってこれを行わなければならない。そうすればあなた方は安らかにその地に住むことができるであろう。地はその実を結び、あなた方は飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住むことができるであろう。7年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、私たちは何を食べようかとあなた方は言うのか。私は命じて6年目に
あなた方に祝福を下し、三か年分の産物を実らせるであろう。あなた方は八年目に種をまくときには、なお古い産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、あなた方は古いものを食べることができるであろう。地は永代には売ってはならない。地は私のものだからである。あなた方は私と共にいる寄留者、また旅人である。あなた方の所有としたどのような土地でも、その土地の買い戻しに応じなければならない。あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売ったときは、彼の近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。たとえその人にそれを買い戻してくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買い戻すことができるようになったならば、それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。しかしもしそれを買い戻すことができないならば、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルには戻されて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。人が城壁のある町の住宅を売ったときは、売ってから満1年の間はそれを買い戻すことができる。その間は彼に買い戻すことを許さなければならない。満1年のうちにそれを買い戻さないときは、城壁のある町のうちのその家は永代にそれを売った人のものと定まって、いよいよの所有となり、ヨベルの年にも戻されないであろう。しかし周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に付属するものとみなされ、買い戻すことができ、またヨベルの年には戻されるであろう。レビ人の町々、すなわち彼らの所有の町々の家は、レビ人はいつでも買い戻すことができる。レビ人の一人がそれを買い戻さないときは、その所有の町にある売った家はヨベルの年には戻されるであろう。レビ人と町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らが持っている所有だからである。ただし彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。あなた方の兄弟が落ちぶれ暮らしていけないときは、彼を助け、寄留者または旅人のようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益を得るために食物を貸してはならない。私はあなた方の神、主であって、カナンの地をあなた方に与え、かつあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの国から導き出したものである。あなたの兄弟が落ちぶれてあなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。彼を雇い人のように、また旅人のようにしてあなたのところにおらせ、ヨベルの年まであなたのところで勤めさせなさい。その時には彼は子供たちと共にあなたのところから出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地に戻るであろう。彼らはエジプトの国から私が導き出した私のしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。あなたは彼を厳しく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。あなたが持つ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。またあなた方のうちに宿っている旅人の子供のうちからも買うことができる。また彼らのうち、あなた方の国で生まれてあなた方と共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなた方の所有となるであろう。あなた方は彼らを得て、あなた方の後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち
彼らは長くあなた方の奴隷となるであろう。しかしあなた方の兄弟であるイスラエルの人々をあなた方は互いに厳しく使ってはならない。あなたと共にいる寄留者または旅人が富み、その傍らにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者旅人または寄留者の一族の一人に身を売った場合、身を売った後でも彼を買い戻すことができる。その兄弟の一人が彼を買い戻さなければならない。あるいは叔父または叔父の子が彼を買い戻さなければならない。あるいは一族の近親の者が彼を買い戻さなければならない。あるいは自分に富ができたならば自分で買い戻さなければならない。その時彼は自分の身を売った年からヨベルの年までをその買い主と共に数え、その年数によって身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。なお残りの年が多い時はその年数に従い買われた金額に照らして贖いの金を払わなければならない。またヨベルの年までに残りの年が少なければその人と共に計算し、その年数に従って贖いの金を払わなければならない。彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼を厳しく使わせてはならない。もし彼がこのようにして贖われないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。イスラエルの人々は私のしもべだからである。彼らは私がエジプトの国から導き出した私のしもべである。私はあなた方の神、主である。レビ記第26章。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また刻んだ像も石の柱も立ててはならない。またあなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私はあなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、また私の聖書を敬わなければならない。私は主である。もしあなた方が私の定めに歩み、私の諌めを守ってこれを行うならば、私はその季節季節に雨をあなた方に与えるであろう。地は産物を出し、畑の木々は実を結ぶであろう。あなた方の麦打ちはブドウの取り入れの時まで続き、ブドウの取り入れは種まきの時まで続くであろう。あなた方は飽きるほどパンを食べ、またあなた方の地に安らかに住むであろう。私が国に平和を与えるから、あなた方は安らかに寝ることができ、あなた方を恐れさすものはないであろう。私はまた国の内から悪い獣を絶やすであろう。剣があなた方の国を行き巡ることはないであろう。あなた方は敵を追うであろう。彼らはあなた方の剣に倒れるであろう。あなた方の5人は100人を追い、100人は万人を追い、あなた方の敵は剣に倒れるであろう。私はあなた方を顧み、多くの子を得させ、あなた方を増し、あなた方と結んだ契約を固めるであろう。あなた方は古い穀物を食べている間に、また新しいものを得て、その古いものを捨てるようになるであろう。私は幕屋をあなた方のうちに建て、心にあなた方を忌み嫌わないであろう。私はあなた方のうちに歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となるであろう。私はあなた方の神、主であって、あなた方をエジプトの国から導き出して奴隷の身分から解き放ったものである。私はあなた方の首輝きの横木を砕いて、まっすぐに立って歩けるようにしたのである。しかしあなた方がもし私に聞き従わず、
またこのすべてのいさめを守らず、私の定めを軽んじ、心に私の掟を忌み嫌って、私のすべてのいさめを守らず、私の契約を破るならば、私はあなた方にこのようにするであろう。すなわち、あなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病をもって、あなた方の目を見えなくし、命を痩せ衰えさせるであろう。あなた方が種をまいても無駄である。敵がそれを食べるであろう。私は顔をあなた方に向けて攻め、あなた方は敵の前に打ちひしがれるであろう。またあなた方の憎む者があなた方を治めるであろう。あなた方は追う者もないのに逃げるであろう。それでもなおあなた方が私に聞き従わないならば、私はあなた方の罪を7倍重く罰するであろう。私はあなた方の誇りとする力を砕き、あなた方の天を鉄のようにし、あなた方の地を青銅のようにするであろう。あなた方の力は無駄に費やされるであろう。すなわち地は産物を生出さず、栗のうちの木々は実を結ばないであろう。もしあなた方が私に逆らって歩み、私に聞き従わないならば、私はあなた方の罪に従って7倍の災いをあなた方に下すであろう。私はまた野獣をあなた方のうちに起こるであろう。それはあなた方の子供を奪い、また家畜を滅ぼし、あなた方の数を少なくするであろう。あなた方の大事は荒れ果てるであろう。もしあなた方がこれらの懲らしめを受けてもなお改めず私に逆らって歩むならば、私もまたあなた方に逆らって歩み、あなた方の罪を7倍重く罰するであろう。私はあなた方の上に剣を望ませ、威厄の恨みを報いるであろう。あなた方がまちまちに集まるときは、あなた方のうちに疫病を送り、あなた方は敵の手に渡されるであろう。私があなた方の杖とするパンを砕くとき、10人の女が一つのかまどでパンを焼き、それをはかれにかけてあなた方に渡すであろう。あなた方は食べても満たされないであろう。それでもなおあなた方が私に聞き従わず、私に逆らって歩むならば、私もあなた方に逆らい、怒りを持って歩み、あなた方の罪を7倍重く罰するであろう。あなた方は自分の息子の肉を食べ、また自分の娘の肉を食べるであろう。私はあなた方の高きところをこぼち、甲の祭壇を倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を投げ捨てて、私は心にあなた方を忌み嫌うであろう。私はまたあなた方の町々を荒れ地とし、あなた方の聖所を荒らすであろう。また私はあなた方の捧げる香ばしい香りを嗅がないであろう。私がその地を荒らす家、そこに住むあなた方の敵はそれを見て驚くであろう。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追うであろう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は荒れ地となるであろう。こうしてその地が荒れ果てて、あなた方は敵の国にある間、地は安息を楽しむであろう。すなわちその時、地は休みを得て安息を楽しむであろう。それは荒れ果てている日の間休むであろう。あなた方がそこに住んでいる間、あなた方の安息の時に休みを得なかったものである。またあなた方のうちの残っている者の心に、敵の国で私は恐れを抱かせるであろう。彼らは木の葉の動く音にも驚いて逃げ、剣を避けて逃げる者のように逃げて、追う者もないのに転び倒れるであろう。彼らは追う者もないのに剣を逃れる者のように折り重なってつまずき倒れるであろう。あなた方は敵の前に立つことができないであろう。あなた方は国々のうちにあって滅び失せ、あなた方の敵の地はあなた方を飲み尽くすであろう。あなた方のうちの残っている者は、あなた方の敵の地で自分の罪のゆえに痩せ衰え、
また先祖たちの罪のゆえに彼らと同じように痩せ衰えるであろう。しかし彼らがもし自分の罪と先祖たちの罪、すなわち私に反逆し、また私に逆らって歩んだことを告白するならば、たとえ私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国に引いていっても、もし彼らの無活例の心が砕かれ、甘んじて罪の罰を受けるならば、その時私はヤコブと結んだ契約を思い起こし、またイサクと結んだ契約、およびアブラハムと結んだ契約を思い起こし、またその地を思い起こすであろう。しかし彼らが地を離れて地が荒れ果てている間、地はその安息を楽しむであろう。彼らはまた甘んじて罪の罰を受けるであろう。彼らが私の掟を軽んじ、心に私の定めを忌み嫌ったからである。それにもかかわらず、なお私は彼らが敵の国におるとき、彼らを捨てず、また忌み嫌わず、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らと結んだ私の契約を破ることをしないであろう。私は彼らの神、主だからである。私は彼らの先祖たちと結んだ契約を彼らのために思い起こすであろう。彼らは私がその神となるために国々の人の目の前でエジプトの地から導き出したものである。私は主である。これらは主がシナイ山で自分とイスラエルの人々との間にモーセによって立てられた定めと掟と律法である。レビ記第27章。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。人があなたの根積もりに従って主に身を捧げる誓願をするときは、あなたの根積もりは20歳から60歳までの男には、その根積もりを聖書のシケルに従って銀50シケルとし、女にはその根積もりは30シケルとしなければならない。また5歳から20歳までは男にはその根積もりを20シケルとし、女には10シケルとしなければならない。1ヶ月から5歳までは男にはその根積もりを銀5シケルとし、女にはその根積もりを銀3シケルとしなければならない。また60歳以上は男にはその根積もりを15シケルとし、女には10シケルとしなければならない。もしその人が貧しくてあなたの根積もりに応じることができないならば、祭司の前に立ち祭司の根積もりを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って根積もらなければならない。主に供え物とすることができる家畜で、人が主に捧げるものはすべて聖なるものとなる。他のものをそれに代用してはならない。良いものを悪いものに、悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜と家畜とを取り替えるならば、そのものもそれと取り替えたものも共に聖なるものとなるであろう。もしそれが汚れた家畜で主に供え物として捧げられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。祭司はその良い悪いに従ってそれを根積もらなければならない。それは祭司が根積もる通りになるであろう。もしその人がそれをあがなおうとするならば、その根積もるにその5分の1を加えなければならない。もし人が自分の家を主に聖なるものとして捧げるときは、祭司はその良い悪いに従ってそれを根積もらなければならない。それは祭司が根積もった通りになるであろう。もしその家を捧げる人がそれをあがなおうとするならば、その根積もりの金にその5分の1を加えなければならない。そうすればそれは彼のものとなるであろう。もし人が相続した畑の一部を主に捧げるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて根積もらなければならない。すなわち大麦1ホメルの種を
銀50シケルに根積もらなければならない。もしその畑をヨベルの年から捧げるのであれば、その値はあなたの根積もりの通りになるであろう。もしその畑をヨベルの年の後に捧げるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの根積もりから差し引かなければならない。もしまたその畑を捧げる人がそれをあがなおうとするならば、あなたの根積もりの金にその5分の1を加えなければならない。そうすればそれは彼のものと決まるであろう。しかしもしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。その畑はヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく主の聖なるものとなり、祭司の所有となるであろう。もしまた相続した畑の一部でなく買った畑を主に捧げるときは、祭司は根積もりしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその根積もりの金をその日に主に捧げて聖なるものとしなければならない。ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に買えるであろう。すべてあなたの根積もりは聖書のシケルによってしなければならない。20ゲラを1シケルとする。しかし家畜のウイゴはウイゴとしてすでに主のものだから、誰もこれを捧げてはならない。牛でも羊でもそれは主のものである。もし汚れた家畜であるならば、あなたの根積もりにその5分の1を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを根積もりに従って売らなければならない。ただし人が自分の持っているもののうちから奉納物として主に捧げたものは、人であっても家畜であっても、また相続の畑であっても、一切これを売ってはならない、またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属する意図聖なるものである。またすべて人のうちから奉納物として捧げられた人はあがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。地の10分の1は地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なるものである。もし人がその10分の1をあがなおうとするときは、それに5分の1を加えなければならない。牛または羊の10分の1については、すべて牧者の杖の下を10番目に通るものは主に聖なるものである。その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り替えてはならない。もし取り替えたならば、それとその取り替えたものとは共に聖なるものとなるであろう。それをあがなうことはできない。これらは主がシナイ山でイスラエルの人々のためにモーセに命じられた諌めであろう。